どうもこんにちは、ザワチャンネルです。さあ、いよいよ今週末、もうほんとね、世界陸上界のね、歴史が変わるかもしれません、ベルリンマラソン2018だやっぱりなんといっても優勝の大本命、昨年もね、世界記録の更新に挑むも世界記録、更新はなれませんでしたけれども、抜群のね、安定感、横綱相撲を展開したエウリド・キプチョゲ選手、こちらの選手がまたまた、世界記録更新を視野にね、このベルリンマラソンに乗り込んでくると。このインタビューの記事とか読んだんですけれども、とりあえずはね、自己記録の更新2時間3分5秒、これロンドンマラソンかな、ロンドンマラソンで出したタイムなんですけれども、けどまあこれを更新するって言っちゃうとね、もうサブ3もう2時間2分台が見えてきますんで、まあその結果次第では世界記録に届けばいいみたいなね、感じだと思うんですけれども、まあ本当にね、キプチョゲ選手負けてないんですよね。まあ速さもあるんですけれども負けてない、ここにね、彼の強みがあるんじゃないかなと。まあ、昨年は世界記録の更新になりませんでしたけれども、優勝経験のある、そして世界記録保持者でもあったウィルソン・キプサング選手、ケニサ・ベケレ選手が途中棄権していく中、エチオピアの新鋭グエ・アドラ選手と壮絶なデッドヒートを繰り広げるも、やはり最後はしっかりと勝ってくるという強さですよね。これがね、また今年もベルリンで見られるんじゃないかなと。まあ陸上ファンとしてはね、できればデニス・キメット選手がね、ここベルリンで打ち立てました2時間2分57秒この世界記録の更新をぜひとも見てみたい、頑張っていただきたいなと思っております。まあ、本当にこのベルリンマラソン、高低差も少なくて、もう高速コースなんで、過去を見てもね、数々のね、世界記録が生まれてるんですよね。当然ね、今年もこれだけの選手集まってるんで、もう期待しないわけにはいけないと。その中で、この強敵たちに挑む日本人選手、まあ、もうすでにね、MGC への出場権を獲得してる選手もいますけれども、まあやっぱりね、村山健太選手、ゴールドコーストマラソンで自身初のサブ10達成してますんで、この高速コースのね、ベルリンでさらにね、自己記録を更新してね、ワールドカードを掴み取っていただきたいなと。そして、ケニア修行を終えて、このベルリンに殴り込んでくる神野大地選手、なかなかね、実業団に入ってからの青学勢のマラソンでの成績芳しくないというか、まあ、パッとしないと言ったら申し訳ないんですけれども、ここでね、そのイメージを払拭するべくね、神野大地選手、まあ、プロランナーになりましたけれども、自身のね、スポンサーを集めるためにも、ここで好タイムを出していただきたいなと思っております。さあ果たして、このベルリンマラソン世界記録の更新はあるのか、はたまた、何人の日本人選手が MGC 出場へ向けて新たなね、一歩踏み出すことができるのか、こちらね、本当大注目で行ってみたいなと思っております。ベルリンマラソン熱いぜ。ザワチャンネルでした。まあやっぱりね、その他気になるといえばですね、各選手がどのようなシューズでね、ベルリンの地を走るのか、そしてやはりこちらモルテン、何の選手がね、こちらのボトルを手にね、給水を行っているのか、こういったところにもね、ぜひぜひ注目していただきたいなと。CS の方ですけれども、テレビでのね、ライブ中継ありますので、しかも夕方4時から7時ぐらいですか、まあ、テレビ観戦しやすい時間帯でもありますので、ぜひぜひ皆さん、できるならばね、ライブで、お楽しみいただけたらなと思います。いやー、村山健太選手ね、頑張って欲しいですね。頑張れ。